はいどうもリントです。今日はね、ペットを飼いました。拍手。ということでペットを飼いました。はい、なんかねこのタイミングでペットを飼って、っていう状況がねなんかヒカキンさんのねあの猫飼いましたぐらいにねなんか近くてねあれなんだけど、はい、とりあえずねペットを飼ってきました。ちょっと大切に育てていこうかなと思います。じゃあ早速そうですね、まずはこのお家をね作っていきたいと思います。帰ってきてすぐなんですねまだ帰ってきたばっかりでね、その子がね実はこの中にいるんですね。はい、この子は後でご紹介します。ペーパークリーンマットお得用3480円。実はねいろいろペット買ったことはあって、まあシマリスだとかウズラだとかちょっと珍しいペットをね買ってたことがあるんですけど、ハサミで珍しいペットたちはね木くずだったんですよ基本的に。でシマリスに関してはねなんかいろんな芝みたいなの使ってみたりとかもしたんだけど、なんかそういうのでは良くないらしい。私が今日買ったこのペットちゃんはなんかね違うらしい。これを引いてくださいと言われました。中でカサカサ言ってんな。お待ちかねのハリネズミを。ちゃんを見てきましょう。ちょっと警戒してるかな。ごめんね。ごめんね。すごい警戒してる。ちょっと落ち着くまで、ちょっとここに置いておいて。餌をね入れていきましょう。すごい警戒してるね。今刺されちゃったもん。ピッて。ごめんね。怖かったよね。帰ってくるまでね、ちょっと揺れたりしたもんね。ごめんね。
警戒してるね。よいしょ、ちょっと大きくして見てみようか。ちょっと餌を、なんかね、この餌、食虫動物用フードっていうのと、こっちの餌、ハリネズミフードっていうやつを混ぜて、ちょっとうるかして食べさせるといいんだって、この子はまだ。でね、この子ね、2018年の8月、もちろん6月、8月はこれからだ。8月じゃ生まれてない。なんだって、6月生まれなんだって。なので、よいしょ、6月生まれなんだって。なのでまだ何歳にもなってないね。生まれたばっかり。ちょっとせっかくなので近くで見てみようか。怯えてるね、やっぱり。まあ来たばっかりだからね、怯えちゃうよね、怖いよね。ごめんね、これからゆっくり慣れていこうね。はい、ということで、今回はハリネズミを飼ったよというご紹介の動画になります。名前はねまだ決めてないので、ただ考えてることはあって、私シェイミが好きなんですね、あのポケモンの。なのでシェイミから何か取れたらいいなと思ってます。なのでミなんとかとか、シェイミのね由来がシェイシェイとネズミから来てるんだよね。なんかそんな感じで名前を付けれたらなと思っています。ではね、またこの観察日記とか名前が決まった時に動画をねアップしていけたらなと思っているので、よろしくお願いいたします。では本日は以上になります。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、ツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。